はい、どうも小林隆史でございます。皆さんはこういうことないですかね。スポーツのアスリートの、例えば日常とかトレーニング、を追っかけたり、そういうドキュメンタリーとかですね、練習風景、トレーニング風景みたいなね、動画を結構見ちゃうと、すげえ頑張ってんなと思って、俺も頑張んなきゃなって思うその気持ちわかりますかね。それでモチベーションが上がるっていう場合もあるし、すげえなーって単純に感動してしまうってことも僕は結構あるんですよね。で、そのことによって、実際僕のモチベーションが上がったりすると、役に立ってるなと思ったりするんですけど、ただ感動して、はあ、すげえ、やっぱりなー、アスリートってやっぱ頑張ってんだ。なってポリポリポリみたいなことももちろんあったりするわけじゃないですか。だからね、そんな言っても俺もよし、じゃあ僕も頑張ろうと思いながら何にもできなかった日みたいないっぱいありますから、そんなね簡単にモチベーションが上がって俺の人生がそうやってやってるアスリートみたいに、好転したりうまくいくとか、ものすごい努力が俺も継続できるとかって簡単にはいかないんですけども、ただやる気だけは上がったりするじゃないですか。あれっていうのが僕にとってはすごくいいなと思って、中毒っぽくなってしまうところなんですけども、ただ何て言ったらいいんだろう、アスリートのその努力って実はその努力じゃなかったりするんですよね。努力っていうのはこう何て言ったらいいんですか、女の股に、力に力ですよね。努力っていうのはなんかね、元の意味を正していくと、その強いられてするような、なんつうかこれをやれと言われてするような、ことを努力って言うんだみたいな話もあって、スポーツの選手もそうですし、アスリートなんかも自分がやっぱり好きでしたくてこうなりたいっていうふうに思って自らやっぱりしてるじゃないですか。だから続けられるとかね、そういうのって実は努力とは言わないんじゃないかと思ったりするんですよね。もちろん強いられる部分だったのかもしれないけど、その自分のモチベーションってもともとあるわけじゃない。こうなりたい、勝ちたい、もっと素晴らしい演技をしたい、何でもいいですけど、そういうモチベーションが先にあって、だからあんだけのことができますっていう順番なんですよね。だから僕たまに見てて、すげえな、やっぱりな、あぶになんなきゃいけないよ、あれぐらいみんなやってんだと、これももっとやんなきゃダメだというふうに思った時って実はやっぱ弱いなっていうのがね、本当は分かってたりするんですよね。彼らのそのこうなりたい、絶対に勝ちたい、みたいなそのモチベーションに比べたら相当弱いですよね人が頑張ってたから俺もちょっとやる気になりましたっていうレベルの、状態で努力をしようと思うと、なかなかそこまでやっぱり同じレベルではできませんよね。だから僕よく習慣化、要するに何かもう物事をね習慣としてやり続けるってことについてやっぱ考えるんだけど、今の人のやる気を見て、やる気出してるのを見て、それをモチベーションに、俺のモチベーションに変えて似たようなことを続けていくっていうのって結構僕は失敗することが多くてそれだけだと無理だなって思うんです。じゃあどうやったらその習慣化っていうのかな、モチベーションという考え方がいいのかどうかも含めてですね、どうやったら物事を、自分が決めた、こういうこと毎日やっていこうとかね、週に何回こういうことやっていこうというのを続けられるのかについてのやり方ってやっぱね2つに分かれるんだと思うんですよね。で、今言ったようなモチベーション型、要するにやる気出していく形で、やっていくには、さっき言ったみたいな、例えばそのアスリートたちみたいな、絶対にこうなるぞとか、絶対にこう勝つぞとか、自分をこうもっと高めるぞっていう、最初からそっちがね先にモチベーションとしてある場合は、モチベーションがあるから続くっていう形になって、順番としてねなってるから続くんですよね。だからそれを見たぐらいのレベルのやつが、それでモチベーションキープするってものすごく難しいことだったりすると、じゃあなんか他にないのかって考えた時に、やっぱその逆ですね。モチベーションというのが関係ない状態を作るというのが、今度は習慣化にとってすごく大事なことになるんだろうと思うんです。モチベーションに頼らないっていうのはどういうことかというとですね、無のままで足が出るっていうことですね。それがモチベーションと関係なくルーティンになるっていう状態じゃない。だってさ、やるぞと思った時、いちいち毎回、まあ毎日やるなら毎日、はあ、そうか、あれやるんだよな、今日もな、ああ、この時間、そうそうやんなきゃいけない時間だな、もう、また、よし、よっこいしょ、やるかっていう風に、毎回やるの、ほんとしんどくないじゃないですか。だから、そういうよっこいしょとか、やる気みたいなものをここまで上げてからようやくできるっていう状態が続いてるとですね、こう続けられるわけがないんですよね。だからそのモチベーションとかいうことじゃ一切ない平坦ないつもの気持ちのまま朝起きてパーってやってカーテンスッて開けるみたいに無感情でですね、やり始められるっていう、まあこれは勉強みたいにしましたけど、っていう環境を作るっていうのが習慣化で何か物事をやろうと思ったらやっぱかなり重要なんだと思うんですよね。一方には強烈なモチベーションを持って、モチベーションを高めて、そのことによってやり遂げていくっていう、まあ、アスリートたちがいる。だからこれは僕たちに簡単に真似できるかっていうと、最初の火がついてないからものすごく難しい。だから火がついてないなと思ったら、極力そのハードルみたいなもの、心理的なハードルみたいなものですね。やるぞと思った時に、やんなきゃな、頑張れ、俺頑張れってやんなくて済む心の状態みたいなものを作って、何でもありません、ただ始めますみたいにして始めてしまうということが大事になってきますね。そんなんででもできるんですか、実際。そんな寝ぼけたみたいな気持ちでやれんのって思ったりするじゃないですか。でも人間の脳にはですね、作業興奮っていうのがあるらしいんですよね。ある作業を、まあ、始めてしまうと、ちょっとでもいいんだよ、1分でもいいからやろうっつって始めてしまうとですね、やってるうちにその興奮してくるってことですね。やり始めたことによって興奮してきて、だんだんと冷めてくる、起きてくるみたいなことっていうのがやっぱあるらしいんですよ。だからですね、とりあえずそのハードルとしてはさ、本当はここで30分これをやるとか思ってやり始めなきゃいけないのかもしれないけど、まあ、そうじゃなくて1分とにかく1分やってみようっていうのをハードル下げて、心のモチベーションを高めるのもやめて、モチベーションも低くてハードル低いところでとにかく始めちゃうんですよね。始めたことによってだんだんと、あ、やる気出てきたみたいなことを待つみたいなやり方で習慣化していくっていうのが結構やり方としてはいいんじゃないかなと思うんですね。だから僕なんかもよくあるんだけど、そういうアスリートに憧れてやってみようみたいなことが結構続かない。今日のミハエルとかそれぐらいのことだったら続くで、習慣化してしまえばさほどしんどくはならない。まあ写真撮ってアップするぐらいのね、そのレベルのことだったら大したことじゃないですけど、それでもずっと毎日やろうと思ったらなんだかんだ言ってそのめんどくさい時もあるじゃないですか。そういう習慣を作ろうと思ったら極力ハードルを下げる、やってみてから続けられる興奮が得られるっていうのを考えてですね、とりあえず軽いタッチで軽々としてタッチで触ってみるというのを始めてみてはいかがでしょうかというお話でした。またね。バイバイ。はい。というわけで、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと、投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。